ビビアン・チェルイオットは、ケニアの陸上競技選手。専門は長距離走。北京オリンピック女子5000メートルケニア代表。世界陸上競技選手権ベルリン大会女子5000メートル、優勝者。世界陸上競技選手権テグ大会女子5000メートル、1万メートル、優勝者。世界陸上競技選手権北京大会女子1万メートル、優勝者。 リオデジャネイロオリンピック5000メートル優勝者。また、リオデジャネイロオリンピックでは、メディアに、ビビアン・チェルヨトと紹介された。1999年世界ユース、陸上競技選手権大会女子3000メートル、優勝者であるアリスティム・ビリリと同じ、リフトバレー州、ケイヨ県カプタガトの出身。2007年6月15日ビスレットゲームズ女子5000メートルにおいて2位となり、 14分22秒51のケニア記録を樹立した。この時チェルイオットを破り優勝したエチオピアのメセレトデファーの記録、14分16秒63は世界記録となった。2007年8月世界陸上競技選手権、大会5000メートルでは14分58秒50の記録で、 デファーに次ぐ2位となった2008年8月22日北京オリンピック5000メートルに出場し15分46秒32の記録で5位となった8月31日ウェールズゲイツヘッドにおいて開催された競技会3000メートルでは8分33秒66をマーク2008年女子3000メートル世界ランキング1位の記録を残した2009年 2月バーミンガムの競技会において、ケニア女子室内3000メートル記録を更新する8分30秒53をマークした。また、3月プエルトリコサンフアンで開催された、ワールズベスト10キロメートルロードで優勝した。8月世界陸上競技選手権、大会5000メートルでは、シルビア・チェビワット・キベト、デファーラを下し、14分58秒33の、 記録で優勝した。2009年ぐれ、スペインマドリードのバジェカスで開催された10キロロードレースで優勝した。2010年3月に開催された、ワールズベスト10キロメートルロードでは2年連続優勝を飾った。2010年、IAF ダイヤモンドリーグに参戦して、ローザンヌパリブリュッセルの参照を挙げ、女子5000メートルの年間種目別優勝者に輝いた。 パリで記録した14分27秒41は、女子5000メートルの2010年世界最高記録である。2011年、8月から9月の世界、陸上競技選手権、大会5000メートルと1万メートルで優勝し2冠を達成。ローレウススポーツ賞の女子最優秀選手賞を受賞した。2016年、リオオリンピック1万メートルで、 世界歴代3位のタイムで走破し、銀メダルを獲得した。2016年リオデジャネイロオリンピック5000メートルで、1万メートル金、メダリストアルマズ・アヤナ選手の2冠を阻止し金メダルを獲得した。記録は14分26秒18で、女子5000メートルのオリンピック記録を更新した。デイリーネーション、ノーチェンジズ・エクスペクティッド・インスクワッド2010年4月10日。 閲覧。2007ワールドチャンピオンシップスウィメイズ5000メートルファイナル。アーカイブド2012年2月14日。アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。IAAF2010 年4月10日閲覧。IAAF、キトワハラチェリアート。ニューチャンピオンズメン。World, s レコードアット・ワールド。S ベスト 10K ファット・ IAAF。フルフィリング・フェイバリット・ロールズ。 マサイジェリアートプリベール・イン・マドリード2010年4月10日、閲覧。インフォクリス・マドリード・スペイン語学学校2010年4月10日、閲覧。クエールズ・デーブ・マサイジェリアート・テイク・クラウンズ・イン・サン・ファン・ IAF2010 年4月10日、閲覧。 2010アウトドアウィメントップリスツアーカイブド2011年3月13日アットザウェイバックマシン IAAF2011 年8月2日閲覧シニュアアウトドア1万ー,ターズウィメン IAAF2016 年8月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年8月13日閲覧ありがとうございます